の一番揺らがありました。自身の6つの心得を確認してください。自分の身を守りましょう。自身人は身を守ることが最優先です。大きな揺れの際は神が転生し物が落下します。丈夫なテーブルや机の下に身を伏せましょう。近くに机などがないときは座布団などで頭を保護し揺れが収まるのを待ちましょう。素早く消化しましょう。火を使用していたらすぐ消化しましょう。消化のチャンスは3回あるので、予想外の大きな揺れで立っていられないような場合はまず身の安全を確保し、揺れが収まったら消化を行いましょう。落ち着いて行動しましょう。室内は転倒、落下したものや割れたガラスの破片などが散乱し、大変危険です。スリッパなどを履き、落ち着いて行動しましょう。4、出口の確保をしましょう。揺れが収まったら、玄関や窓を開け、避難用の出口を確保しましょう。5、慌てて外に出ないでください。地震が来たからといって、慌てて外に飛び出すのは危険です。落下物で怪我をする恐れがあります。6、門や塀に近づかないでください。屋外で揺れを感じ